ガチャ、あ、ガチャ引く？ガチャから行く？あ、いい、オッケー。はっ！ウェイ！チッピチッピチャッパチャッパトゥビトゥビタバタバ巻き込みドビドビブンブンブン。あ？落下攻撃、まあ10万。あ、10万は見れそうだな。どんなもんかな。じゃあファールザンからかな。ファールザン爆発ベネット1000人のご高来11万。何本打ててた。やばすぎ。あ、落下攻撃が特大ジャンプになるわけじゃなかったな。10万、えぐいね。みんながそばに。中空本にわめくがいい。ここだ。無能。気持ちよすぎだろ。ここだ。おえー。あ、なんかジャンプ力上がってね。ジャンプ高くね。ジャンプ力高っ。ジャンプ高っ。あれ上がってる？あれ元々こんなんだっけ？あれ。ジャンプ力高なってない？無駄だ。めちゃくちゃジャンプ力上がってる。まあでも別にいいよ。思ってたより気にならんかった。いや素晴らしい。もう一回やろう。クソ楽しかった。カンウンがいる時といない時のさ、それはじゃあ一回カンウン使わないでやればいい。カンウン抜きでいくわ。ハルさんに元素粒子寄せて、ベネットのエネルギー貯めます。ヴィランバジューキ。みんながそばにいや、これだけでも結構火力出るけどな。ちなみにここだ。あ、5万8000とか8万、まあ、9万ぐらい。9万とか出てたのが、その3人のスキルを合わせると13万ぐらいまでいくって感じかな。ここだ。そう考えるとめっちゃ火力伸びてるな。燃えろ。たまってくれ。 OK。 ベネット、ファルザン、カンウン、わめくがいい。うえい。火力伸びて3万ダメージぐらい落下攻撃伸びてる。いいね。てか落下攻撃高すぎ。ジャンプ力えぐい。くだらない。でこれループすると、中風本に消えろ。ここだ。いやー、いいなぁ。継続回復も普通にあったかいわ。鶴オーバー結構悪くなさそうだけど。じゃあキャラ評価固めるか。人権にはならんな。落下攻撃版、星5番運金みたいな。あ、なひ、断然なひだ優先。人権キャラではないし、純人権キャラでもないな。進化、カンウンに関しては。まあ、そんな感じやな。でも全体回復持ってるってだけでも強いしな。いや、バランス取れてて私マジでいいキャラだと思うわ。こういうのでいいんだよみたいな。うん、引いて後悔するようなキャラじゃない。あ、もちろんなんかナヒーダ引く分の原石を間違って使っちゃったとこだったらちょっと後悔だけど、カンウンいいなと思って引いた人は引いてよかったって思えるキャラだと思う。いくでー。一回素で。ワイスイジェブ。ワイスイジェブ。え、これ炎だろ？炎でこれだけ軽く出てたら、いろいろとまずないっすか？まずいよな結構。しかも爆発回るし。あれ？ちょ、あれ？やばい、やばない？炎飛軽く超えてきたけど。まあ、体力消費してるから釣り合ってんのか。いや、ダメじゃないかこれ。ちょっと待って、ガビンダメだろ、強すぎるお前マジか。あの、まあ、星、ダメだ。あの、さすがに星5アタッカーほどではないけど、星4でこれダメだ。強すぎるもん。だ、爆発の回転めっちゃ回るしさ。全力攻撃だ。でもう落下で、まあ、で
体力の消費はやばいけど、なベネットと一緒に使えばノーデメリットで。でこれ蒸発で炎だよこれ。こっから蒸発とか入るからね。熟知とか持ってもいいし。ダメだこれ強すぎる。じゃあちょっとフリーナとカウンと合わせてみますか。オッケー、まあたまりそうやな。フリーナ爆発、カウン爆発、ベネット、いけ飛べ11万。ああダメだ、あかんあかんあかんよ。でしかも蒸発入ってないでしょ今の。入ってたっけ。あちょっと待って、あーなんかもう、わかんない、いろいろもうわかんない、いろいろ。蒸発で11万、これ蒸発入ってる。いやわかんね。え、あ、末路ってのもあるけど、まあ、フリーナバフってのもあるけど、まあでも翔様は13万16万出してるからね。あでもこれで星4はダメでしょ。やったなホイバース。いやいいよ。でもやっぱフォンテーヌからアタッカーフレミネも結構強かったし、星4のアタッカーもみんなこんぐらい強くあるべきだと思ってたから、いい。だってさ星4のさサブアタッカーがさことごとく強かったじゃん。なんかもうフィッシュルとかさ、フィッシュルとかシャンリンとかユクアキとか北斗とかさやっちゃってたじゃん。いやまあロサリアだって強いし、まあコレイも悪くない、忍なんてもうめっちゃ人権、ファルザンだってサポートクソ強いで、アタッカーはでもなんかでもパッとしなかったじゃん正直。このサポーターたちがブイブイ言わしてる中でアタッカーが生き残るにはこれぐらいないとな。ガミン君いいぞお前、めっちゃいい、素晴らしい、最高。自分一人のパワーでもこれぐらい出てるからね。これダメです。この火力がダメなんですよ普通に、素で短期で。でだ君たち、みんな覚えといて、この落下攻撃の範囲を覚えた？覚えましたが、開始落下攻撃の開始率20、開始ダメ40、効果範囲アップ、攻撃範囲アップ、判定広がる。さあ範囲広がってくれ、どうなる。あー広がった、はい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 。どれぐらいだ、翔様の西洋ナブぐらいになってるかな。いいね、これで開始率20、開始ダメージアップでしょ。これは面白い原神が来たな。あ、ちょっとエネルギー貯めさせてください。いや回復して、ああベネットないのに10万出ちゃった。あベネット使ってないのに14万いっちゃった。えベネットないのに。えあオーマイガー、みんながそばにいてくれるわ。きそれ歌え、ダメだろ。え、もう星5じゃんお前。開運ショック114000。みんなは俺が待っ、発砲の風、発世界を熱狂の渦に。ダメだこれ強すぎる。大水チューブ、あ終わっちゃった、やばやってるわガミ。翔様だもはや。想像の3倍ぐらいガミン君強かった。でカウンも想像の 1.5 倍ぐらい悪くなかった。いいですね。いやいいんじゃ、バランス調整上手よ。いや上手かな。なんかガミンやばい、ガミンやばい、めっちゃいい、楽しい、クソ楽しい。何よりクソ楽しい。ベネバフフリーナウェンツアイデマンダー、18万、19万、わあ、いやまあバフ、まあ私が使ってるキャラがバフリーナでバフマシマシってのもあるわな。だとしてもだな。
限度があるだろう。いいぞガミン君、お前ぐらい強い星のアタッカーを待ってたんだ私は。最高だ。強すぎ。これウェンツは、あ、わかった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 、もっと強いわこいつ。ウェンツァイと合流するとスキルのクレタイムが回復すんねん。だから爆発落下攻撃使ってウェンツァイを迎えに行くんだこれ。なんかちょっと落下攻撃できるようになるのに3秒ぐらいかかるなって思ったけど、ウェンツァイ拾いに行ったらすぐ止まるわこれ。ウェンツァイこっちこう、ウェンツァイこっちこう、じゃプレオンって転がった方に拾いに行く。こっち、あ、終わりか爆発。やばいなこれ、ワンバンされるワンバンされる。構うな。わあわあわあ、いやでも全然違うねクールタイム。やべガミンクソボレーわ。いやーもう原神面白くなりすぎでしょ。エクスキューズミー。